え皆様おはようございます。実験的に英語の <laughs> 字幕が出るようになっていますけれども、後であった方がいいのか、ない方がいいのか <laughs>、感想を聞かせていただければと思います。えー、一言お祈りをして始めたいと思います。神様、えー、今日この安息日にこの回答に集まれたことを感謝いたします。えー、どうぞ私の心と、えー そして思いを神様に向けていくことできるように助けてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。まず最初に最初の聖書朗読にも出たマタイによる福音書の一章の21節を見ていきたいと思います。彼女は男の公務であろう、その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救う者となるからである。 まさにですね、イエス様が生まれるときに、ヨセフに対して天使が告げたメッセージが、このまた一緒の21節になるわけです。でここでは、イエスという意味がですね、彼は己の民をそのもろもろの罪から救うものとなるから、イエスと名付けなさいというふうに言われています。罪というのはですね、言語ではハマルティアというふうに言いますけれども、外れるという意味があります。 何かから外れていいくという意味がありますで面白いことに、まあ、ヘブライ語でもですね罪というふうに訳される言葉は何かから外れるという意味がありますで逆にですね聖書の教え立法とかですね、まあ、ヘブライ語ではトーラーというふうに呼ばれますがこれは方向とか指示という意味があります。 罪は外れる。トーラは方向とか指示という意味があって、まあ、ニュアンスとしては、罪というのは何か的に向かっていって、そして外れてしまう。そんなイメージがあります。で聖書の教え、立法というのは、的に向かっていって当たるイメージがあるわけですね。まあ、これが、えー、聖書の教えというふうに、えー、トーラというふうに呼ばれているわけです。 私たちの何かこう向かうべき方向向かうべきところから外れてしまっている状態、まあ、それが罪なわけですけどもそこから救うんだというふうに言われていますでここをですね、えー、もうちょっとです、ね、詳細に訳している聖書「生薬聖書」という聖書で見てみるとこういうふうに訳されています彼女は男の子の子を産むあなたはその名をイエス ヘブライ語では「救い主」と名付けなければならない。なぜなら、この方こそご自分の民をその罪から救われる。どういうことかというと、すなわち彼らが人生の真の目的と目標に達せず、またそれを見失うことのないようにされるからである。罪から救うというのをここでは。 人生の目的と目標を見失ってしまっている、その状態から救うことなんだというふうに言っています。まあ、そういうふうにですね、詳、え、細、ー、に訳した人はです、ね、訳していったわけです。これはですあ、ね、ながち間違いではなくて、何かから外れてしまっている状態から救おうとされているという意味で、ですね神様である、神様を見失って、ですね目標は目的を見失ってしまっていると。 そこから救おうとされているんだというふうに聖書は言っているわけです。もしかしたら私たちは何か目標を見失ってしまっている人生と目標と目的を見失ってしまっているかもしれないというふうに聖書は言っています。その見失ってしまっていた一人がヨセフでした。マタイのですね一章の18節と19節を見てみると こういうふうに書かれていいふにてますイエスの誕生の次第はこうであった母マリアはヨセフと婚約していたがまだ一緒にならない前に精霊によって身重になった夫ヨセフは正しい人であったので彼女のことが公になることを好まず密かに離縁しようと決意したイエス様が誕生するときにですね ヨセフはマリアが身ごもったことを知って困惑してそして密かに離縁しようとしていったというふうに書かています。天使がマリアのところに来ておめでとう恵まれたからというふうに言ってマリアはそれで解決したけれどもその知らせを聞いたヨセフは戸惑っていったわけです。この時のです、ね、ヨセフの置かれた状況はどうだったかというとまず一つ目にヨセフは この時すでに6人の子供がいました。再婚だったんですね、マリアは。再婚相手だったわけです。もうすでに前の奥さん、何らかの病気とかで,ですね、失っているわけですけどもえ、前の奥さんとの間に6人の子供をすでに持ってました。もう家庭をですね持っていたわけです。で、マリアは再婚相手なわけですね。新しく来る子供たち。子供たちにとっては、まあ、新しく来るお母さんなわけですね。でこの時 ヨセフとマリアはどういう状態だったかというと、婚約している状態でした。で、今の私たちの感覚でいう婚約と、この時のユダの感覚でいう婚約というのは、ちょっと違っていて、婚約といったときには、もうすでに結婚と同じだったわけですね。なので、事実上結婚状態だったわけです。その状態であるはずのマリアが、 自分の相手ではない子を見ごもっているという状態なわけですね。まあおそらくもうあと少しでですね、もういよいよ家に招いてという時期になっていたと思うんですけども、その時に起きたことがこの事件だったわけです。まあ、ヨセフからしてみるとですね、まあ、常識的に考えれば、いきなりですね、天使が来ておめでとう恵まれた方と言われましたと言われてもですね、そんなことがあるかというふうに。 思思うののが普通だったのではなないいかなと思いますヨセフとしては常識的に考えて何らかの不貞行為があったのではないだろうかというふうに考えていくわけです。夫ヨセフは正しい人であったというふうに抱えています。ですので彼は聖書の教えにのっとって本当にこのもしかしたら不貞行為を働いたと思われるであろう この女性と結婚することが自分にとってそして家庭にとっていいのだろうかということを悩んでいくわけですそして彼が出した結論が公になることをこのまずひそかに離縁しようと決意していったこの時ヨセフには2つの選択肢がありました1つ目はこのマリアの罪を公にすることですこの場合マリアはこの当時のルールにのっとっていけば 石打ちの刑になっていく可能性が非常に高くありました。彼女が不貞行為を働いたので、私はこの婚約を破棄しますと言ったならば、マリアは石打ちの刑になった可能性がありました。2つ目が、離縁するなんですね。この場合、ヨセフに非難が浴び,て浴びさせられると、ヨセフがその非難をかぶることになりました。 この通りですね離縁するというのもですね厳格に定められていました。いろなルールがあったわけですね。ただ、そのルールがどん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 緩くなっていたのがこのヨセフがいた時代でしたで。どれくらいまで緩くなっていたかというと、あるですね立法学者はこういうふうに言ったわけです。離婚する理由として、奥さん料理がおいしくないなら、それでは生徒であると。 いうふうに主張してたわけですねえふざけるなというふうに <laughs> 言いたくなるような理由なんですけれども、奥さんの料理がおいしくないだけでえ、離婚しても良いというふうに教えているような、まあ、そういった時代だったわけですね。まあ、そんな中で、ヨセフが、えー、離縁します、離婚しますって言ったときに、ヨセフは、まあ、そういうことを当時の感覚で言えば、ですね要するに奥さんのことを切りなくなったので、私も切りますということができたわけですね。 もちろん、この時にですね、非難を浴びるのはヨセフなわけですね。マリアを婚約までして、そして気に入らないからいきなり切りますというのはどういうことですかというふうにもちろんヨセフは非難を浴びるわけですけれども、ただ当時の文化の中ではまだ丸くどうにか収まっていくような方法だった。なのでヨセフはですね、簡単に言えば、今の感覚で言えば、私は、 とりあえずマリアのことを気に食わなくなったので離婚しますということを宣言することを選んでいった自分が非難を浴びることを選んでいきましたヨセフはですねマリアが身ごもったことによって自分の人生の計画が崩れていくのを感じますその時に彼は自分が犠牲になって非難を受けることによって最悪の事態を免れようとしていくわけです ヨセフは自分の力で人生の目標や目的を見失ったときに解決しようとしていきました。そんなヨセフに対して天使が告げたメッセージがこの「マタイの一章の21節です。彼女は男の子を産むであろう、その名をイエスと名付けなさい。このイエスというのはですね 原文のギリシャ語を見てみると強調されてるんですね。その子こそがイエスだっていうふうに強調されてるわけです。実はこの当時多くの人が救い主を待ち望んでいました。だからこそ主は救いという名前のこのイエスという名前は人気だったんですね。いろんな家庭でイエスっていうふうに子供を名付けていたわけです。いろんなところにイエス君がいました。いろんなところに救い主がいたわけですね。 ヨセフが目の前の現実を解決しようとしていったときに彼はいろんな選択肢をそこに見ました彼なりの救い主に頼ろうとしていったわけです彼なりに考えて自分の力でできる最善を持って人生のです、ね、もう一度立て直しを図っていくわけですヨセフは自分の人生の計画と目標を見失ったときに自分の力で解決しようとしていきました 天使はそんなヨセフにそのあなたの人生の計画と目標を見失ったあなたを救えるのがマリアが身ごもっているイエス・キリストなんだというふうに伝えていくわけです聖書は私たちの理想通りにいかないときにその状態から救い出されるお方がイエス・キリストであるというふうに言っていますはるか昔 イスライン人は理想的ではない状況下にいました。奴隷生活を強いられていたわけです。神様はその理想的,理理想的ではない状況からイスライン人を救い出されていきました。エジプトから救い出されていったわけです。イスライン人はエジプトから脱出できたその日を記念してあるお祭りをするようになりました。それが 杉越の祭りですその日は家のですね門に子室の血が塗られてパンが裂かれていくようになります。そしてそのお祭りは新約聖書の時代に移るとある儀式に移り変わっていきました。それが戦争生産式です。生産式は私たちの理想通りに行かない時にその状態から救い出せるお方が キリストであることを思い出す儀式ですえ生産式のパンは私たちが理想通りに行かない時にその状態から作り出すためにイエス・キリストの体が栄えたことの象徴です。これから生産式に移っていきますけれども私たちが日常生活の中で何か理想通りにいかない時目標からもしくは何か計画から外れているように感じた時にイエス・キリストがおられることを思い出していく時であるということを もう一度思っていきたいと思います生産式は私たちの理想通りにいかないときにその状態から救い出せるのが起死しであることを思い出すときだからです一言お祈りいたします父親神様これから先速生産式に預かいたいと思います私たちの人生において思い通りにいかないときがあります 何か目的や目標から外れてしまっている、見失ってしまっている、そんな時があります。そんな時にイエス様だけが私たちを救い出せるということを思い出すことができるように助けてください。今日、ブドウジュースを飲むとき、パンを食べるときに、そのためにイエス様が十字架にかかってくださったことを思い出すことができますように。主す、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン